メソポタミア神話において、名もしくは、二英と発音、もしくはパルスーは、神々の基本的な社会的観光、宗教的習慣、技術、行動規範、文明を形成する人間の条件などに関する、基本的な事項が記されているもので、シュメールの人々の間で存在するものと、理解されていたものである。それらは、人間と神の間の関係を理解する基本となる、 ものであった。名は、もともとは、メソポタミア神話の神エンディルによって集められ、延期の保護のもとに引き継がれ、延期によって、彼の守護する町、エリドをはじめ、ウル、メルーハ、ディルムンなど、様々なシュメール文明の中心都市に仲介された。延期と世界の秩序という詩には、いかにして、延期が様々な技術や自然現象に対して持っている、責任範囲を、 会の神々に分配するかについて詳細に記されている。死の中の様々な箇所において名が称えられているが、それが何なのかは明確に特定されているわけではなく、また名の司さどる範囲はそれぞれ別個のものであり、場所別の属性も持つことから、メソポタミア神話のそれぞれの神々の持つ責任範囲とは異なるものでもある。 死中延期の自己賛美がひとしきり終わった後の箇所で、彼の娘のイナンナが彼の前に現れ、自分の持つ神としての影響範囲に比して、扱いが軽すぎるとの不満を述べた。延期は、イナンナの怒りを沈めるため、彼女が、自らの持つ、実際の力がいかなるものかに焦点を当て最善の、説得を尽くした。この死との間に、 神話の上での直接の関係はないが、イナンナとエンキ、エリドからウルクへの文明の術の移転という文献にも、名に関する記述があり、そこでも、再びイナンナの不満が主題として扱われている。イナンナは、ウルクの守護神であり、エンキが、守護神となっているエリドから名を持ち帰ることによって、影響力、栄誉を高めることを望んでいた。イナンナは、エリドにある、 延期の寺院であるエアプスを訪れ、イナンナの天井の船の中で、延期が酒の酔いが回ってきたところで、命を渡すよう頼んだところ、延期はすぐさま応じた。イナンナと別れた後、延期は我に帰り、命がいつもあるところから失われていることに気づき、自分が何をしていたかを知らされると、イナンナから命を取り返すことを企てた。 結局、クワは失敗し、イナンナは銘をウルクに持ち帰ることができた、とある。銘がいかなる形を取るものかは定かではないが、何らかの物理的実態を伴うものと考えられる。エアプスの特定の場所に収められていたのみならず、王冠のように覆ったり、衣装のようにまとったり、玉座のように座ったりすることができ、イナンナが天井の船でウルクに到着した後に、 彼の地の人々に見せることができたからである。楽器のように、物理的な実態であったものもあるが、多くは、か網みのような技術であったり、勝利のような抽象的概念であったりした。どのように名が保管されたり、扱われたり、見せられたりしたのかは、死の中で明らかにされていない。また、すべての名が良い属性を持っているわけではない。英雄であることや、勝利と、 並行して、都市の破壊、嘘、憎しみが見られる。シュメールの人々は、このような悪、罪を、人間性の持つ、神聖かつ不可解で、避けがたい運命と捉えており、疑問を差し挟むことはなかったようである。王権の象徴である、名。太陽と月が一つになった、金星神イコール光明神のシンボルである、円管は、王冠として被ったり、後期として、 身にまとったり、玉座として座ることができる。銘が船で運ばれるという異常はも、現実の船の話ではなく、太陽や月や星などの天体が船で運ばれて、移動するという観念は、古代神話では珍しいことではない。古代の神話によると、100以上の命が登場したものと見られ、4通りのリストが存在すると言われているが、判読できるものは以下のものである。 縁であるである神である、称えられた不朽の王冠王の玉座称えられた、王爵王の印称えられた、寺院羊界である王である永久の淑女である、聖なる淑女、石部、ルマー、グーダシンリクルへの加工加界からの上昇、クルガラ、ギルバダラ。サグルサグ千の旗大洪水不規性交渉売春法名誉既存芸術店の内人店の、神殿勝負。 グスリム音楽年長である英雄である。権力憎しみ率直さ都市の破壊嘆き心の楽しみ。過ち金属加工の術書期ンヤの術側なめし。職人の術建築家の術家ご網の術字へ思いやり。聖なる清め恐れ恐怖努力。平和疲労勝利助言悩み審判決断。リリス、ウブ、メスイ、アラ。ありがとうございます。